おお、当時の思いが無限に出てきますね。この曲を聴くと。マジ最高すぎ。どうも皆さん、ニキルです。いつも応援ありがとうございます。今日はですね、また新しいリアクションビデオをしていきたいと思います。今日のリアクションビデオは、皆さんのコメントを読んでですね、君がくれたもの、ゾーン・セクレット・ベースの君がくれたもののリアクションビデオをしていきたいと思います。皆さんお楽しみに最後までよろしくお願いします。OK、Let's go ね。Sacred Bass、君がくれたものゾーン。マジこのバンドを初めて聞いてます。もうめっちゃ前のめっちゃ前のバンドですので、僕はね、最近のバンドだけのリアクションビデオをやってますので、これを、皆さんのコメントを読んだらね、これすごい前の曲も、聞くチャンスができて本当にありがとうございます。皆さん本当にね、こういうコメントもよろしくね。OK、Let's go。君がくれたもの、ガールズバンドですね。多分ガールバンドを初めてリアクションしてるかな。Oh my god, that voice。直接心に入り込んでます。この声が。また出会う。 めっちゃ歌詞に夢中してます。この曲はね、この2つラインで分かってますね。物語タイプの曲です。だからめっちゃ興奮してます。Lovely man. こういう物語タイプの曲を聴くとですね、鳥肌が絶対立ちます。多分皆さんも共感するはずと思います。個人的にですね、僕はこの物語タイプの曲をめっちゃめっちゃめっちゃ好きです。この前もですね、ヒゲダンディズムの曲、多分プリテンダーですね、それを聞いた時もすごいグズボムが出てですね、このなんていうこのタイプの曲を聞くと、胸がね、キュッとなるですね。OK、Let's go。すごい興奮してね。なんか声もですね、めっちゃユニークじゃないですか。なんかエミさんのみたいですね。エミさんもすごいユニークですよ。だからこのジョン、なんか歌手の名前はわからないです。本当に失礼いたします。でもこのジョンというバンドのその、シンガーのですね、歌手の声が、歌声がすごい特別です。お、なんか今全然気づいてなかったけど、上も大ヒット曲を、何これ感じ、復讐の復と生活の活の漢字を、なんていう、復活、ごめん、このレベルの漢字は読めないけど、まあ、大ヒット曲を書いてあるので、多分ね、10年前の曲ですので、その時は、その時のレベルと今のレベルですね、めっちゃ変わらないでしょ。なんか、この演奏のと、あとビジュアルと、すごいですね。その時の10年前のレベルもこんなレベルは、わあ、素晴らしいですね。OK。なんか声がね、おお、みんなが美人。あと、歌声も上手。ラブリーマン、ラブリー。その時の絶対これ人気なバンドと思うんですね。みんながね、このセクレットベースゾーンをコメントしてたので、今見たらね、絶対このバンドはね、その時の、多分今はこのバンドあるかどうかわからないですけど、
その時のバンドは多分大ヒットバンドかな。僕はね、10年前は J-POP は全然知らなかったけど、2014年に、来日する時は、知ってたバンドは AKB48 ですね。AKB48 のヘビーローテーションという曲を聴きました、その時ですね。でもその前のバンドだからすごいかな。なんかこのね、二人を合わせて曲を歌った時のなんか癒されるですね。癒される感じてます。あとはすごいね、なんていう心が響く、そういう歌声になってます、なりますので、僕個人的にはめっちゃ好きです。この物語タイプはめっちゃいい。なんか今のね、すごい気づいたのは、10年経ったのにね、今でもこの曲の美しさを感じてます。僕は10年前この曲を聴いたらどんな反応してたね。僕は絶対鳥肌が出たと思うよ、皆さんのは。まあ信じてるけど、この音楽の力、なんていう音楽力ですね、を今感じてます。そういう感じることはできてますね、皆さん。なんかよ、まあ優しい声に優しい演奏、アメージング。あとはね、この物語タイプの曲はいつも言ってます、アメージング。おー、このバンドはいいな。涙がこられて笑顔でさよなら、切ないよね。なんか涙がこぼれそう。見れば見るほどこのバンド、ゾーンバンドはね、魅力、なんていう、魅力を伝えるですね。伝わるですね。ちょっとはもう表現はできないです。皆さん、僕の気持ちを、理解してると思うので、マジ、すごい、なんていう、興奮してますよ、本当に。バンドと、あと演奏ですね、めっちゃいいです。おお、よ、この笑顔、この顔、やばい。あとはね、僕は一つは気づいたのは、この最初からですね、今までずっと笑顔で歌ってるから、すごいハマってますよ。でしょ、笑顔でしょ。That is amazing。かわいい。くれた。わあ、このパートはすごい、心に響く。君が最後まで心からありがとう。Oh my god。That is pickup line ですね。pickup line は、彼女に言って、なんていう、夢中するタイプのラインですね。わあ、まあ、なんていう、最後になれば、この良い、2021年はね、この時に、この時代のようにですね、こういうタイプの、君がくれたもの。まあ、タイトルで分かりますね、この曲の美しさは。Amazing! 最後の思い出た、ありがとう。Wow! マジ、この大ヒット曲、興奮しすぎてますよ。初めてですね、こういう
めっちゃ前の曲をリアクションしましたので、マジ10年前の曲けど今めっちゃ興奮してます。今のところでもわあ、10年経ったのに今でもこの曲の美しさを分かってます、感じてます。マジ、あ、なんていう、見れば見るほどね、あのこの曲は、魅力が伝われてますので、本当にねありがとうございます。このジョーンというバンドのご紹介本当にありがとうございます。おお、この最初から最後までこの笑顔をしながら歌うのはめっちゃ夢中しました。 Oh my god amazing。 皆さん、どう思いましたか？僕にとってはパーフェクト、パーフェクト、パーフェクト、パーフェクト。皆さんチャンネル登録もよろしくお願いしますね。あとまた新しいリアクションビデオで会いましょう。 Till then, bye bye, goodbye.